大竹のもっと言いたい放題。今日はジャーナリスト青木おさんのコラムです。はい。します。とよろしくお願いします。はい、えー。ちょっとしつこいんですけれども、うん、ちょっと大切な話なのがまだあの残っているので、はい、あの僕がずっと取材してきたの例の大河原加工機事件のちょっとはい、はい、あのお話をしたいんですけれども、はい、お話からちょっと今の国会の話にちょっとつなげたいんですけれども、うん、あの実はあの先日。 まもなく発売になるんですけれども、世界っていう雑誌、岩波、はい、書店が出している世界っていう雑誌で,です、ね、うん、僕とそれからの大河原加工機の弁護人主任弁護人に勤められている高田剛先生というです、ね、弁護士さんと対談したんですね、うん、でその記事が次の世界に載るので、ぜひお読みいただきたいっていうふうに思うんですけれども、その高田先生っていうのはあの、まあ、いわゆる刑事事件の弁護人っていうよりは、むしろ企業法務とか。 あれコーポレートガバナンスとかそっちの方のご専門なんですね。うん、でしかしだけど今回こう大原加工機の顧問だったからこの事件の弁護を担当されて非常に優秀な弁護士さんでただ刑事事件の弁護のこう経験っていうのはそんなにあるわけじゃないんで、はいうん、刑事弁護に精通した弁護士さんもチームに入れて。うん 弁護チームをこう構成して万全を尽くしたというふうにおっしゃっていてただ、企業法務やってらっしゃってる方なので例えば人質司法容疑を否認したら全然こう保釈されないというのはもちろん知識としては知ってたけどこんなにひどいとは思わなかったとっいうふうにびっくりされてるんですよね。でまあその刑事章の問題点についてもまたこれからも機会があればしてあの僕も話していきますけれどもこの問題の根本の 警視庁公安部が一体なぜこんな無茶苦茶な冤罪事件を作るためにこう突っ走ったのかっていうところをその高田さんといろいろお話をして非常に興味深かったんですけれどもまあごく簡単に言っておくともうこの番組でも何度も紹介してきましたけれども大河原加工機っていう優秀な噴霧乾燥機っていう化学機器を作っている大河原加工機がその中国とか韓国にこう生物兵器もにも転用可能な 危機を中国と韓国に不正輸出したということでえ逮捕されて社長さんたち3人が逮捕されて1年間も捕まっていてそのうち1人の方は獄中でお亡くなりになっちゃったっていう,こう事件なんですけどねところがまあえその初公判直前に検察が起訴を取り消してでまあ完全な冤罪だったってことをもう検察が認めて過ごすことを引き返したっていう事件でで大原れ覚機はひどいじゃないかということで国家賠償請求訴訟を起こしてつい先日1億6千万円 くらいの国家賠償が、認められて、まあはい、国側も東京都も控訴しているのでこれから交際で始まるんですけれどもいずれにしても事件としては完全な冤罪だったわけですね。はい、で、高田さんになんでこんな公安部が警視庁公安部が無茶な暴走にしたんだと思いますかって聞いたら、うん、高田さんが即答したのが、うん、要するに警視庁公安部が事件に飢えていたからだと。<は>事件に飢えていたから、うん っておっしゃるんですねでこれ、どういうことかというと、うん、この背景なんですけれど僕は非常によく分かるんですよ、どういうことかというと、うん、警視庁公安部をはじめとする公安警察、うん、公安警察というのは政治的背景のある事件とか,、うん、かテロとか、ねはい、ゲリラとか、うん、打ちーとかそういうのを捜査するんですけれども、要するに政治的背景のあるその事件を捜査したりとか情報収集するのが警視庁公安部をはじめとするいわゆる公安警察なんですけど。はい 公安警察というのはです、ね、あの一般の人たちはあんまり警察の中の公安部門というのはほとんど接触することがないんですけれど、うん、警察の中では一大勢力なんですね、はい、ものすごい力を持っているエリートでなぜそうなったかというと戦後の公安警察というのは一貫して反響。 共産主義がのさばったら国が滅びるっていう発想、うんうん、泥棒の一人や二人捕まえなくてもその国は滅びないけれども、えー、共産主義者がはびこったら国が滅びるんだっていうその反響っていうのを最大のレゾンデートル、はい、存在意義として組織を拡大させてきたわけですね、うん、ところが皆さんご存知のとおり冷戦体制が終わって、うん、で日本国内もいわゆるそういうその極左とか左翼っていう勢力があんまりいなくなってきて。うんうん 公安警察というのは、だんだん、ね、ついに90年代の後半から組織を縮小させられ始めたんですよ。なるほどもうお前ら、ちょっともうなんていうの時代の役目終わったんじゃないのと、うん、いうことで2000年前後になると組織,組織がどん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 縮小してきたんですね。うん、ところが公安警察も、まあ、はっきり言えば官僚組織なので、うん、一回手に入れた権限とか、うんえー、予算とか、うん、人員を減らされたくない。うんうん とということで新しいレゾンデータの存在意義を模索するわけですね。うんうん、でその模索したときに出てきたのは何かっていうといわゆる外事っていう部門外にことって書いて外事外事とかも言いますけど外事部門なんですね。でこの外事部門っていうのは何やってるかっていうとテロ対策とかスパイ対策とか不正輸出とかそういうものをやってるわけです。例えば最近の政権が旗を振っている経済安保、うん なんていうものを担当するのがいわゆるその公安警察の中の外事部門なんですね。うん、でそこが新しいレゾンデートルだって言って組織をねこの10年くらい増やしてきたんですよ、うん、そこが。はい、ところが、うん、そうそうねテロ対策スパイ対策不正輸出なんてそんな事件ないじゃないですか、うん、現実には。うんうん、ところがないと組織をその増やしてきた自分たちのレゾンデートルが、うん、こう危機になっちゃいますよね。そうですねなので、うん、要するに 事件を作らなきゃいけないっていうダメでしょ罪を <laughs> 罪をは作られるじゃないダメなんですよでところがこの噴霧乾燥機っていうのはこれは経産省も悪いんですけれども規制が結構曖昧なんですね 曖昧なのでだから要するにそこに突っ込んでいけば、まあ、その作るっていうのはまあ僕の言い方だけれども,も作りやすいんじゃないかって公安部が考えてそれでその警視庁公安部はこれをやればその一旗挙げられると新しい部門の存在意義も示せるとましてや当時の安倍政権とか今のその後の政権もそうですけれども経済安保 中国を睨んで中国に先端技術が流出したらまずいとかねそういうような経済安保っていう旗をわーっと掲げ始めたので公安警察にしてみればこの大河原核工機の事件やれば特に中国への不正輸出あるいは今は関係が改善しましたけれども韓国は当時ホワイト国外しとかされて日韓関係非常に悪かったその国に不正輸出してるっていう事件をやれば要するに公安部にしてみれば新しいレジンデータの意義も アピールできるしと同時に政権も公安部頑張ってるなとこの経済安保の問題をきちんとね敏感に察知して捜査してるなっていうことになってつまり政権も喜ぶし自分たちにとっても都合がいいっていう思惑があってどうやら今回の大河原工気事件っていうのは起きてしまったのではないかっていうふうに弁護人の高田さんもおっしゃってるし僕もそう思うんですね。 つまりその経済安保っていうものがこうなんてことさら言われる中でこうそういうその捜査機関とか特に公安警察のような機関っていうのはやっぱりそういうその政治の意向に沿って事件を作りがちになっちゃうわけですよ。うという意味で言うと今回ね、うん、今日の朝刊に小さな記事が出てたんですけれどもこの番組でも僕何度か指摘してきましたけれども、はい、同じく経済安保っていうものを旗頭に掲げた情報秘密保護法案っていうのが。うんうん 今国会出てるんですね、はい、でどうも今日のこれは、えー、朝日なのかな見ると、うん、立憲民主党もこれ賛成すると基本的に、はい、という方針が出てるんですけれども、うん、さっき言ったねこの経済安保情報保護法案っていうのは、うん、特定秘密保護法がその基本的に公務員が秘密を漏らしたら、うん、こう罰せられるっていうその立て付けだったんですけど今度の経済安保保護法案っていうのは、うん それを民間までで広げるんですねの技術開発者とか研究者とか大学の研究者なんかにも、うん、政府がこれ秘密って指定したものを漏らしたら罰則っていうことが課せられるんですね、うんうん、だから完全にそのこう特定秘密保護法のこう民間拡大版なんですけれども、うん、でこれによってでもし漏洩した時の捜査を誰がするかって言ったら、うんうん、東京都内だったら警視庁公安部なんですよ。はい だから、いわゆる公安警察全国の公安警察が漏洩したときの捜査もする。それから そのセキュリティークリアランスといって秘密を取り扱えるか扱えないかの資格っていうのもあるんですけれどもそれは酒癖だったりとか経済状況だったりとか同居人の国籍だったり信条だったりみたいなねところまで調べるんですけれどそんなことを調べられる組織っていうのはやっぱり警視庁公安部はじめとする公安警察しかないんですよ。そうなるとこの法案で一番やっぱり権限を広げるのは公安警察なんですね、うん。なるほどで そう考えるとですよさっきの裏金の問題にも通じるんですけれど、うんうん、大河原加工機みたいな冤罪を、うん、優秀で本当にこの国の産業を支えてきた中小企業の社長さんとかを3人も捕まえて1年間も牢獄に閉じ込めておいて売り上げが 10,、うん、10億円も下がってしまって、うん、ましてや1人死んでしまったっていう事件を起こした、うん、反省も謝罪もしてないんですねで原因も究明してないわけですよ、うん、警視庁は。に、うんはい、にもかかわらずその公安警察に また新しい権限を与えるような法案が今国会で審議されていて野党も含めてどうやら賛成するっていうのは。 果たしてそれでいいんですかっていうことを僕は言いたいんだと思ってるんですけど、ね、今まで公務員だったのが今度それが大きく網をかけて民間まで降りてくるっていう話ですよね。どうしてあれこうそんなに仕事欲しいんだったら裏金のこととか調べたりしないの裏金のことはまあまあそれはあの公安部の公安警察の仕事じゃないんだけれどもでもそのなんていうんですかね それにふさわしい組織としてのこう健全性を保たなきゃいけないしもっと言えばまあこれに関しては立憲も頑張るみたいですけれども要するに、じゃあこの経済安保情報の秘密指定されるこの経済安保情報重要経済安保情報って何なんですか。 暴走した時の歯止めはちゃんとあるんですかっていうようなことさえ議論まだしてないんですけれども、うん、これに関しては最低限、僕は国会でこの法案の修正作業で議論してほしいし、ねうん、もっと言えばこの法案はちょっと僕は危ないんじゃないのっていうふうに最後まで警鐘を鳴らしたいなとは思ってるんですけどねよろしいですか。 よろしいですかはい。はい。はい、はい。ありがとう、ありがとうございました。青木治さんのコラムでした。来週月曜日のこの時間は、月曜レギュラー経済アナリストの森永拓郎さんのご登場です。以上、大竹のもっと言いたい放題でした。